救急センター。仕事を終えたちびっこバスたちはニュースを見ています。あ、始まったよ。この町の安全を守る新しい救急センターが明日オープンします。メンバーのパットとルーキーは町の警備を担当します。フランクは勇敢に火事に立ち向かい、アリスは慎重に患者を搬送します。そして素晴らしい救急ヘリコプターエアーもこのセンターで暮らします。あー、みんなで一緒に働くことになりまして、全力を尽くします。頼れる存在になります。街を守る車が勢ぞろいだね。ルーキーとエアーも一緒よ。はあ、みんな揃うとスーパーヒーローみたいだね。ほんと、なんだか眩しい。そうだねえ、ハナ、明日みんなに会いに救急センターに行ってもいい？いいわよ、じゃあみんなで行きましょう。ほんと？いよいよ本日、救急センターがオープンします、うん、はい、そこでいいですよ。はい、みんな一緒に笑ってください。すごい、最高です。あれ見て、うわぁ、スターみたいだね。みんなかっこいい。本当にそうね。いいですね、ルーキー。見てよ、あれ。おめでとう。ああ、アナ、どうもありがとう。ルーキー、僕たちにも中を見せてくれない？お願い。いいよ、じゃあみんなこっちにおいで。やったー、楽しみだな。楽しみ。うわぁ、ここすごいわね。まあね。ねえ、これ全部ルーキーが操作するの？もちろんさ。あら、ところで、これ何？あら？ダメだよ！え、どうしたの？これは緊急警報だ。勝手に押しちゃダメだよ。やだ。緊急警報？ごめんみんな、今のは間違いだ。間違えてボタンを押したんだ。そう、私のせい、ごめんなさい。本当かと思ったよ。ここは俺たちの車庫だ。ふーん、僕たちの家とあんまり変わらないね。そう思うか。君の場所に入ってみていい？ああ、どうぞ。まあ、なんか普通の車庫だな。は？出動準備。ええ？消火機器装備中。なんだこれ？こんな車庫に入ったの初めてだよ。俺の出動準備を自動でしてくれるロボットさ。ロギったらまた迷惑かけてるの？違うよ、僕はただ。新しい救急センターの1日目が終わりました。よし、みんなお疲れ様。ルーキーもお疲れ様。これから緊急の時はみんな一斉に出動ね。ん？そうだ、みんなで力を合わせれば何だってできるようになる。そうだ、僕たちがいればこの町は心配無用。初日から完璧なチームワークだったしな。その通り。よし、みんな目いっぱい頑張ろう。了解。じゃあ1、2、3、レッツゴー。その夜、みんなはすぐ眠りにつきました。お、なに、え、緊急警報だ。わかった、急ぎましょう。うん、はっ。どうしたんだ？あれ、緊急警報じゃないぞ。ん、パッドはどこだ？あ、あ、待てよ、もしかしたら。みんな行くぞ。なんだ、パッドは眠ってる時にサイレンを鳴らす癖があるんだ。まさか一晩中やらないよね。そこの車、いつサイレン止めてくれるの？すごく大きい声なんだけど。今すぐ止まれ。パッドのサイレンと寝言のせいでみんな眠れませんでした。みんなよく眠れたか？全然眠れなかった。僕も。パッドの大声のせいだよね。みんな、おはよう。いい朝だな。おはよう、パッド。おい、なんでそんなに落ち込んでる？元気出せよ、ルーキー。パトロールに行くぞ。ああ、わかったよ。
なんだよ、俺たち眠れなかったんだぞ。ちびっこバス、タヨ。フランクはみんなが出かけている間に消火訓練をしています。ああ、今日は寝不足でいまいちだ。よし、もう一度やってみよう。うわあ、一体何なんだよ。ごめんよ、訓練してたんだ。フランク、訓練は大事だが、みんな一緒に暮らしてるんだから注意してくれ。うん、分かったよ。でも訓練には広い場所がないと。ただいま。あら、みんなここにいたの。ああ、うん、お客様を連れてきたわよ。じゃじゃーん。迷子みたいだから連れてきちゃった。飼い主が見つかるまでここにいればいいかなって。なんだって。来ないで、やめて。ルーキーは子供の頃犬に噛まれたことがあって、だから怖いんだ。危ない犬じゃなさそうだぞ。でもルーキーは困ってる。私たちだってパッドには困ってるわ。はあ、どういうことだ。おや、やあみんな、いいタイミング。昨日の夜眠れなかったってパッドに言ってくれ。え、昨日の夜。そうだ、言ってやれ。あ、そうよ。あ、悪いけどまたパトロールに行かなきゃ。いや、センターのことなんてどうでもいいのね。エアーは何も言わなかったぞ。何なんだ。とにかく救急センターは動物禁止だ。じゃあこのかわいそうなワンちゃんを捨ててこいって言うの。それはでも動物はダメだ。救急センターは険悪なムードになってしまいました。こんなのないよ、思いっきり訓練もできない。みんな一緒っていいことばかりじゃなかったみたいね。別々の方が良かったのかもしれない、うん、そうだな。前は怖い犬もいなかったし。あ、火災発生。火事だ、火事だ。緊急警報だ。行きましょう。自動車のショールームで火災発生、すぐ来てくれ。了解。先に進まないと。すみません。ここは俺に任せろ。火災が発生した、ここを通してくれ。緊急事態なんだ。うわ、さあ行くぞ、急ごう。了解。了解。パッドの大声は結構役に立つな。どっちだ。みんなこっちだ。よし、みんな、行こう。こっちです。気をつけてください。訓練の成果が出てるみたいだ。すごいぞ。急いで、こっちで。ルーキー、ありがとう。どういたしまして。うわ、脅かすなよ。どうしたのラッキー。どうして吠えてるんだ。あ、助けてくれ、こっちにもいる。エア、屋上にまだ人がいる。了解、任せて。助けて。さあ、乗って。ありがとう。君のおかげで救出できたよ。うわ、やっぱ怖い。うん、エアーが早く見つけてくれたから被害が大きくならなかった。ありがとう、エアー。だからパトロールはサボっちゃいけないんだ。それにフランク、お前もすごかったぞ、うん、いつも一生懸命訓練してるからだな。なんでもないよ、パッド。ん？さっきはありがとう。あなたがいなかったらあんなに早く着かなかった。どういたしまして。
救急センターの新しい一日が始まりました。みんな緊急警報だ。準備はいいか？はい！出動だ！救急センターのみんなは一致団結しました。これからも活躍してね。緊急出動、タヨとガニ。のどかな朝です。おや、ちびっこ車の学校が見えますね。今までたくさんの車について調べましたね。それでは車の絵を見て何の職業かを当てましょう。はい。では工事現場で働いているこの車たちは誰でしょう？ショベルカーです。ミキサー車です。あ、ブルドーザーもいるよ。正解です。それでは火災の時に出動する車は消防車です。ではこの車はハイガトラックです。よくできました。このように私たちの周りには様々な車があります。明日は今日習ったさまざまな車の職業体験をします。スピーディーと社員は配達トラックの体験をしましょう。はい、よし。ロギとラニは工事現場の体験をします。やっほー。工事現場は私には難しそう。それからタヨとガニは消防車の体験をしてみましょう。はい。二人が消防車って気力するのか。もちろん当たり前さ。僕たちが一番上手なんじゃない？きちんとできたらよくできましたステッカーがもらえます。みんな頑張るのよ。はい。次の日、タヨとガニは消防車の体験をしに緊急出動センターに来ました。ブランコ、こんにちは。よく来たね。準備はいいか？はい。すごく楽しみ。そうか、それじゃ消防訓練を始めてみようか。はい。まず出動準備をするんだ。出動準備って、僕やったことある。そうか、タヨは警察官の体験をしたからよく知ってるんだね。はい。火災後にすぐに装備を持って出動すればたくさんの人々を助けることができる。そうか。よし、それじゃあ先にタヨやってみようか。はい。出動準備。出動準備。出動準備。蛍光灯装着、固定装置装着、消防用具装着、装着。出動準備完了。わあ、太陽かっこいい。本当に消防車みたい。そうかな。太陽、上手じゃないか。次はガニがしてみようか。はい。僕も上手にできるかな。すごく緊張する。出動準備。出動準備。あ、すごく怖い。ガニ、入らないと。あ、はい。あ、ちょっと。ダメ、ガニ。出動準備。蛍光灯装着。固定装置装着。消防用具装着。装着。前が見えない。ガニ、何それ。ガニ、後ろから入らないと。心配ないよ。ちょっと練習すればちゃんとできるようになるって。次は火災消火訓練にしよう。ついに火を消す訓練だ。今度は絶対頑張るぞ。火を消すことは簡単じゃない。必ず訓練が必要なんだ。あの立ってるパネル、一つ一つが火だと思って放水するんだ。はい。準備。始め。いやー。
アヨ、君が倒したパネルをもう一度確認するんだ。え、どうして、うん、さっき全部倒れたのに、うん、ガニみたいに水を正確に命中させると完全に火を消せるさ。はい、ガニより上手にできるって思ったのに。だよ、集中して放水するといいよ。こうやって一度上手にできたからって偉そうにして。僕はただ助けたいだけなのに。助けてほしいなんて思ってない。ちょっと言い過ぎなんじゃない。君たちやめなさい。お互い助け合おうとは思わないのか。喧嘩して君たちに本当にがっかりだ。じゃあ俺が次来るまでに綺麗に掃除して待ってること分かったか。はい。ちびっこバス、タヨ。タヨとガニは喧嘩のせいで訓練を台無しにしてしまいました。出動準備もまともにできないのに偉そうにして。僕はただ助けようとしただけなのに。タヨひどすぎる。ハイドプリーズ。君たちどうしてここに。あ、俺たちは配達しに来たんだ。いや、一緒だった。なんだよそれ。消防車するより先に洗車しないと。なんだって。俺たちはもうよくできましたステッカーもらったぞ。えへん。うわー、本当だ。じゃ、頑張るんだな。またまあ、じゃあ本当によくできましたステッカーもらえないかも。ねえ、だよ。うん？さっきは怒ってごめん。あ、そんな、僕の方がきつく言い過ぎてしまってごめん。大丈夫。でもよくできましたステッカーもらうためにはもう失敗できないよ。そうだね。あ、ガニ、僕が出動準備手伝うよ。出動準備を？お互い練習を助け合えば僕たちよくできましたステッカーもらえるよ。わかった。じゃあ僕も火を消す練習を手伝うね。タヨとガニはお互い苦手なことを助け合って練習することにしました。だったらガニ、車庫を洗車場だと思って入るんだ。ここは洗車場、ここは洗車場。成功だ。もう一度やってみよう。じゃじゃーん。やったね、すごいよ。最後にもう一度やってみる。タヨ、力を入れてみて。正確に当ててみて。わかった。よっ。やー、すごいよ太陽。今度はパネルを増やしてみようか。太陽、さっき本物の消防車みたいだったよ。ガニも出動準備かっこよかった。二人ともたくさん練習した。はい、もう上手にできると思う。期待してるぞ。どうしたの？ルーキー、市内の建物で大きな火災が発生した。助けが必要だ。わかった。すぐに出動しよう。僕たちも手伝いたい。そうだね、一緒に行かせてください。わかった、その代わり気をつけるよ。はい。よし、それじゃあみんな出動準備。出動準備。うん、次、ガニの番だよ。心配いらないよ、練習の時みたいにやってみて。うん、きっとできるよ。はい。いや、出動準備。蛍光灯装着、消防用具装着、装着、装着。出動準備完了。できたね、ガニ。よし、じゃあ出動。出動。タヨとガニはパッドと一緒に火災現場に到着しました。君たち、火が発生しているところに向かって力強く放水するんだ。よろしく頼むぞ。はい。
ちに移動して。早く乗るんだ。あの上にまだ何人かいます。あ、助けて。まずい、非常階段も燃えてるじゃないか。どうすれば。ルーキー、僕に任せて。どうしよう、全然火が消えない。練習を思い出してみて。練習、そうだった。一つずつ。優秀消防署だって。ふむ、やるな。大変よくできました。二人とも頑張ってくれてありがとう。はい。あ、ところで本当に二人が火を消したの？もちろん。優秀消防署がやってきたぞ。いや、太陽、太陽、どうなってるんだ。太陽、わざとだろ。カヨとガニは力を合わせればどんな困難も乗り越えられることを学びました。新しいレスキュー隊員がやってきた。日差しをいっぱいに感じる午後、みんなが緊急出動センターに向かっています。ルーキー、何の用事かな。さあ、もしかして僕表彰されるのかな。お手本にしたいバスってね。それはないと思うけど。ちっ。よいしょ。ママ、私たちも渡ろう。うわー、遅れちゃったよ。大丈夫？本当にありがとうございます。いえ、お怪我がなくて何よりです。では。あの人誰なんだろう。すごくかっこいい。ルーキー。こんにちは。いらっしゃい。うわー、ところですごく綺麗だね。何か特別なことでもあるの？新しいレスキュー隊員が来るんだ。新しい隊員？お、ちょうど来たよ。さっき見たあの人だ。こんにちは、私はジェイよ。いらっしゃい、ジェイ。緊急出動センターへようこそ。どうぞよろしく。それから、こちらはちびっこバスたちだ。この町で一番やんちゃな子たちだ。こんにちは。みんな、よろしく。そうだ、明日 J の歓迎会をするんだけど、みんなも来ない？わー、歓迎会！もちろん、絶対行く。次の日、運行を終えたラニが駐車場の遊び場に向かっています。今日の午後歓迎会するのよね。こんにちは、私は J よ。お、ジェイ、こんにちは。そこで止まってくれる？どうしたの？やっぱり後ろのタイヤの空気が抜けてるわ。このくらい大丈夫よ。ダメよ、このままじゃ危ないわ。今すぐ整備所に行きなさい。今から？友達と遊び場で遊ぶつもりなのに。事故を起こしてしまったら他の車たちまで危険なのよ。今すぐ行きなさい。はい、わかった。たくさん抜けてるわけじゃないのに。タイヤの整備を終えたラニが駐車場の遊び場に着きました。みんな、今来たよ。
なんでだよ。キャイン。ん？ラニー。もしかしてタヤとロギとガニ見なかった？ああ、運行があるからって帰ったよ。遅くなりすぎちゃった。一緒に遊びたかったな。じゃあ俺たちと遊ぼうぜ。へい。よっしゃ。じゃあ私も乗ろうっと。いやー、待って。お。ジェイ、これ見て。タイヤをちゃんと直したのよ。あ、どうしたの？エレベーターの点検が終わるまで遊び場の使用は禁止よ。でもスピーディーとシャインは乗ったわよ。私も一回だけ乗る。ダメよ、早く帰りなさい。私も乗りたいのに。すごく怖い。ラニーのこと嫌いなんだ。ずっと待ってたんだよ。早くジェイの歓迎会行こう。私行かない。みんなだけで行って。急になんで？歓迎会に絶対行くって言ってたのに。行きたくなくなったの。私遊び場で遊んでくる。ラニー、どうしたんだろう。そうだね。傷ついたラニは歓迎会に行かずに一人で遊び場にやってきました。ジェイ、なんで私だけ。壊れたわけじゃないのに。ダメよ、早く帰りなさい。やっぱり私のことが嫌いなのよ。へっ。お。へ、大丈夫じゃない。レスキュー隊員としてセンター所属おめでとう。おめでとう。みんなありがとう。お、ところでラニは来なかったの？それが遊び場に行ったよ。遊び場に？ロギ、なんでそのこと言うの？なんでここに行きたくないって遊び場に行ったよね。大変だわ。お、ジェイ、突然どこに行くんだ？ルーキー、念のため緊急脱出シューターの準備と遊び場に出動して。助けて、誰かいないの。ラニー、ジェイ、ここよ。ラニよし。エレベーターに問題があったようだ。急ごう。怖い。どうしよう。よっ。怪我してない？すごく驚いたでしょ。もう大丈夫だから。ジェイ、緊急脱出シューター設置完了だ。下がって。はい。よっ、行くわよ。はい。ジェイ、火が出たわ。大丈夫よ、早く降りて。何？ジェイ、どうしよう。あ、
ジェイがいなかったら本当に危なかったよ。まったくだ。いや、やるべきことをやっただけよ。ジェイ、助けてくれてありがとう。あ、ジェイ、髪燃えたのか。ああ、これ大丈夫よ。でもラギ、エレベーターを使用禁止って確かに言ったのにどうして乗ったの。実は私本当に壊れてるって思ってなくて、ただジェイが私のことが嫌いでそう言ってるのかなって。え、私が。うん、会っても挨拶してくれないし、いつも怒ってたから。それはラギのことが嫌いだからではなくて心配だったからよ。本当？もちろん、ラギが危険な目に遭わないように未然に防ぐことが私の役割なの。私そんなことも知らずにごめんなさいジェイ。そんな。でも今度私が注意したことは必ず守ること。わかった。はい。次の日の朝、ラニがジェイに会いに緊急出動センターにやってきました。ジェイ、ジェイ、あ、どこかな。ラニ、どうしたんだ。ラク、もしかしてジェイ見た。ジェイを探しているのか。ジェイ、降りてくれ。こんにちは。ジェイ、本当によく似合ってる。ありがとう。そうだ、もう遊び場で遊んでいいわよ。今エレベーターの修理をしてきたところなの。本当？やったー。今日は遊び場に行って遊ぼうっと。待って、何？今日安全点検は全部受けたの？はい、もちろん。それじゃあまた。気をつけて。安全運行よ。新しいレスキュー隊員ジェイ、これからも活躍を期待しています。